道からね、時代変わってるけど、学校の校則だけは40年ぐらいずっとしね、使ってる。結構問題出てきてるんだよな。そうそう。多分これセブンやっぱりね。え？セブンイレブンやで。全然わからないよな。ああ、こっちに来たらちょっとセブン感出るな。何がすごいってあれで一本動画作るからなんですか。結構いいですよ、歩くだけで動画する。そうそうそう、これでもう一つかもしれんけど、この前の西園寺さんの動画だけで59回になったね。びっくりやね。59はさすがにやりすぎやなと思ったけど。僕もそれ一本にまとめたいわ。そうやろ、嘘やって。どうやってまとめるかが、ね、YouTuber の腕の見せ所なのに、そこを完全放棄しようかな。そうです。河原町市場で、まあ正確に言うと河原町って広くて7畳のあたりから実は河原町って河原町なんよ。これ河原町市場とか何畳河原町とかね、何畳何畳っていうのは横のやつを指してるから、例えば五条の先のところから五条の河原町のところから横に渡ったら清水五条になるし、あれも家族詐欺やけどな、清水五条からもう清水が近いやろと思って歩いたら結構遠いね。片道30分ぐらいかかったりな。しかも清水寺や山の上やしさ、まあまあしんどかったあれ。でまあせっかくやで、ね、京都河原町、ね、京阪の方まで行っちゃいます、出ちゃいましょう。で京都の町っていうのはちょっと面白くて、いわゆる繁華街ってなってるのは8条のその京都駅の方じゃなくて4条が中心になってるみたいな。こっちがもともとの繁華街で、これ阪急のあの交通ところの方のがどっちかというと繁華街は繁華街だし、はい、で大阪はちょっとパッと思いつかんけど、あの名古屋やともともと名駅のあたりは全然栄えてなくて、栄えがあの二駅、東山線二駅隣の栄えの方がもともとの繁華街でとか、同じような流れらしいな。ああいう店あると気になるんやけどな。手作りコロッケって言われるとな。結構好きで、僕好きなんだよ。そうか、止めんのよ。肉屋さんのコロッケって何段のうまいやろな。うん、雰囲気もあると思うけど、この前もな、取材させてくれたところもあったしな、なかなか外のやつやと、本当に結構いいですかって言っても、断れることが多いでね、特にまあ今、ご時世もあると思うけどな、ね、え、ここって渡ってええんちゃうの、渡ったらあかんの、あかんのか、老舗堂、こう、復興、幸福堂か。逆読みか、幸福堂ロー。ああ、月見だか、もう月見の時期やで。マクドとかの月見バーガー。おお、月見バーガーな、あれでさ、アホみたいに並ぶやん。そこまでして食いたいかと思うよ。あ、でも実際食べてみたら結構美味しいんだよ。いや、昼とかにもう30分待ちとかずらーって並んどるやん。あれはすごいよ。この辺りでもやっぱ1700円とかやもんな。はい、な、意外とあのコインパーキングの値段で町の、あの情勢を測ることができるね。今昼間が1700円ってなっとって、で夜が500円やろ。これでかなり高いところではあるんやけど、昼間が安く設定してあるで、オフィス街が多いってことだよ。これが祇園の方に入ったら夜がもう無制限とか、もうな3000円4000円取りますよとかっていう設定になったり、まあ、4000円取るとかはさすがにないと思うけど、まあ、2000円とかね、それぐらいまでは全然普通に跳ね上がる料金設定になっとったりするでな。そうすると、あ、夜の店が多いとこエリアなんやなとか、で一歩外れたらね、500円600円とかになってくるから、
あ、そしたらまあここら辺は中心街からちょっと外れたところになってくるんやな、かな。さあ、まあでもやっぱ今でもいろいろ言われるんやな、まあまあ。カニがあります。あれカニ道楽か。カニ道楽やと思うけどな、どうやろうな。大阪にも似たようなやつ。そうそうそう、カニ動くカニあるやろ。あれカニ道楽っていうお店やけどな、カニの専門店。うん、高い。そう、世の中連休やったよな、俺もすっかり忘れとった。会社がさ、祝日休みじゃないんさ、土日休みの設定で、祝日は出勤っていう平日あったりだもんで、自動車業界多いんやけど、そうするとね、全然祝日忘れんのな、うん、ほんと朝出勤しとって、道が空いとって、あれ今日、空いとんなー思ったら、あ、そっか、祝日やったかって。あ、カニ道楽ではなかったな、なんだあれ。結構無理やり感あるんです。山よし。知らんわ。全然聞いた。うん、聞いたことない。おお、山立ってばっとる。この辺りはもうあれでザーッと運ぶんか、まあ、見ての通り止めにくいしな、し、中勤とか多分すごい。うちも四日市の真ん中配っとったことあるけど、あのゆうパックのね配達やっとったから、ほんと5分目離したらもう、切符払いそうになるからな。あんなん海外なんてどうやっとんやろと思って調べてみたら、フランスとか海外ではそういった要は、郵便屋さんとか配達員が、その一定期間止める場所を作らなあかんという警官条例みたいなのがあんねんな、うん、そういうそのあたりは全然違うなって思いながら、うん、ちなみにアメリカなんかは郵便配達バイクでやらんらしいですな。日本へとバイクでこう配るね、カブに乗ってっていうのがイメージとしてあるけど、まあ、アメリカなんて広いよな、ジープで配るらしい、でジープが、日本みたいに右ハンドルになっとって向こう左側通行やん、アメリカとかで、そのまんま声でジープでポンポンポンと声で配れるらしい、ただ小回り聞かせやなあかん店とかないもんな、うちもさ、たまたまなんやけどな、あの人だからだっけ、フロリダ州か、フロリダに実は視聴者さんがおって、その向こうの写真送ってもらったりしたことあるんやけど、めっちゃ広い、普通の家で普通にプールとかついとる庭やでな、日本で言ったらそれ豪邸室とか、はじめ社長の家みたいなことになったと思う。まあ中はそこまではでかくなかったけど、でもまあ 8LDK は絶対あるような、日本の間取りで言ったらっていう、やっぱ全然それでニューヨークとかは別らしい、ニューヨーク、サンフランシスコは全く別の世界で、日本の東京とかよりもなんなら高いぐらいの、本当ワンルームで十何万とか。ってことで話しとったらこれが来ました、ね、来ました、京都河原町、ザ京都って感じ。そう、ここがもういわゆる京都のザ繁華街の中心部、ってことじゃないですね。こっちが阪急の京都河原町ですね。まあ近い駅やから表上にはね出てないけど、あちらにちゃんと京都河原町駅ね、いた動画もここにありますからね。とりあえずリンク貼っとくとね。そんなん言われやんでも分かっとな。ただ夜にふらっと歩いただけやから、特に何も映ってなかったけどさ。
これは蜘蛛の茶。へえ。え、蜘蛛の。いやでもやっぱでかいね、この辺りは。でこれで四条通りで、ちょうど地図があるやつやけど、ちょうどここからポーンって渡っていくと、いわゆる祇園って呼ばれる。だからここの筋がやっぱメインの繁華街っていうエリアに入ってくるよっていう形らしいな。だからその八坂神社に向けてのことだもんね。だ普通観光やったら多分ここからこっちの方とか行けっていうのが多いと思うんやけど、一応ね、今調べとったら、尾池の方にあるのかな、この辺りらしいで。結構外れてますね。うん。せっかくやからちょっとこれ調べとこう。